はあ、もう肝が冷えたよごごめんねプールに居づらくなっちゃってううんまあ別にいいよ私、サウナに入るのも楽しみにしてたからそうかいいやいいねやっぱりサウナはこのサウナ独特の一体感というか人との距離が縮まるというか体も心も 温まる感じがいいんだよなあそうです私も地元民であと言ってもさ<ー>すがイエスもうともだできたのうんあ、でもブッダはあんまこっち見ないほうがいいかもよ <noise> なんだか熱心な仏教徒さんみたいだからご国道の方おうなんじゃ そっちのパンチは兄弟か <laughs> ええー、そんなことは初めて言われましたけど似てるかなしかもイエス同業者だと思われてるのどうしてしかし兄ちゃんこの辺のもんちゅうことはその佐籍さどこの組のもんにやられたんじゃあいやこれは国の偉い人たちに貼り付けでなんじゃ兄ちゃんも無償があるか 俺網走じゃ姉ちゃんどこじゃゴリゴダですそうか <laughs> イエス気づいていサウナ室の温度がどんどん下がってるってことに俺の弟分から裏切り者が出おってなその尻拭いで7年よああそれは私と同じ境遇ですねおお<ー>あでも私は3日で復活しましたけど <laughs> 三日で作業しようたんか七年は大変でしたねどうやりよったんじゃ三日って次のためにちっとしたいのはいえ私は特に何も誰ぞに手引きされたんか <laughs> いや私の復活はただ父が望まれたので